責任は俺が取るから思いっきってやれと精神に語ったという鈴木監督。悩める近鉄に対し、オリックス先発は開幕から3連勝絶好調の長谷川。近鉄は1回、開幕以来19試合連続ヒット、今日打てば日本タイ記録に並ぶというブライアントがフォアボールを選んでワンアウト2塁1塁のチャンス。しかし4番石井がセカンドゴロ、ダブルプレーに倒れ、今日も近鉄打線が噛み合いません。ちなみにブライアントは結局今日ノーヒット、日本記録に届きませんでした。一方近鉄は右膝の故障をして中5日で登板の高村。オリックスは1回、2アウト2塁から石見で、ファールかなとも思ったが満足のいくバッティングでしたという第4号ツーランホームランを放ち、2対0と先制点を挙げます。5回に藤井の犠牲フライで1点を加えたオリックスは6回、2アウト2塁1塁から元西、レフトオーバーの2点タイムリーを放ち5対0、力投高村援護なく降板。この後田口にもタイムリーが出てオリックス6対0と大きくリードを広げます。近鉄を4安打完封に抑えた長谷川はこれで4連続完投勝利、近鉄は4連敗、再開脱出はなりませんでした。真の近鉄、今日はルーキーの大島を1番ショートで初めて先発出場させるなど打順を組み替えました。4回近鉄は2アウト3塁で6番レイノルズ、レイノルズに久しぶりのタイムリーヒットが出て近鉄が先制します。さらに今日7番に下がった金村、速い打球はツーベースヒットとなり、一塁ランナーのレイノルズが一気にホームをついて2対0、近鉄リードを広げます。しかしその裏、今シーズン初先発の近鉄の入木は突然コントロールを崩し、ノーアウト満塁のピンチを招きます。ここは気合でいくしかないと思った入木、緩いカーブを効果的に使い、続く3人を連続三振に打ち取ります。両チーム1点ずつを入れて3対1で迎えた8回、近鉄のマウンドはこの回から抑えのエース赤堀、ランナーを2塁に置いてオリックスの代打飯塚、ストレートをライト前へ運ばれ1点差に詰め寄られます。しかし赤堀はフォークで三振を奪うなど後続を断ち、近鉄が3対2で勝って連敗を4で止めました。1点を先制した後、なおランナーを1塁に置いて5番レイノルズ、オリックスの先発は野田、ライトのポール際に入る4号ツーランホームラン。近鉄は1回いきなり打者一巡の猛攻で4点を奪います。4対2と2点を追うオリックスは6回、ワンアウト満塁で代打柴原、近鉄の3人目佐野からセンターへ、これが犠牲フライになってオリックス4対3と1点差に詰め寄ります。2回以降立ち直った野田に追加点が取れない近鉄は8回ワンアウト2塁3塁のチャンスで7番中根、キャッチャーの悪送球もあって中根も一気にホームを踏みます。今日の近鉄集中打が出て、この回も1回に続いて打者一巡、一挙5点を挙げます。シーズンチーム最多の15安打の近鉄が10対4で勝ちました。先発は中1日で登板のルーキー小池。小池は立ち上がりからランナーを背負う苦しいピッチングでした。要所要所を三振で締め切り抜けます。しかし今日はいかんせん球数の多かった小池、この4回途中までに7つの三振を奪うものの、2アウト2塁から南口にこの日4本目のツーベースを打たれ1点を失います。一方ロッテ先発の園川は全く危なげのない内容、こちらも毎回奪三振の力投で近鉄に得点を許しません。ロッテは5回にダブルプレー崩れで1点を取り、続く6回、疲れの見え始めた小池から青柳が高めの甘い球を今シーズン第1号ホームラン。小池はこの回でマウンドを降り、プロ初勝利はまたもお預けとなりました。小池慶応で息上がるロッテは8回9回にも4番手吉井を打ち込み、7本のヒットで5得点。投げては園川が近鉄の反撃を藤立のソロホームラン1本に抑え、今シーズン2度目の完投勝利。敗れた近鉄は再び最下位転落です。さとはいえ居心地悪い最下位の椅子、こうなりゃロッテも西武もない。鈴木監督、西武戦まで温存するかと思われたエース野茂を先発に立て、必勝態勢で臨みます。まさに近鉄最下位脱出の鍵を握るエースは1回2つの三振を奪って打者3人で切って取り、昨日は小池を援護できなかった味方打線に奮起を促します。もしこの野茂を見捨てるようなことになれば、お先真っ暗の近鉄は1回裏、ロッテ先発成本から大石ブライアントが慎重にフォアボールを選ぶと4番石井、
いかにも4番らしい当たりは第7号スリーランホームランとなって近鉄3点を先行します。こうなれば今度は野茂目覚めたように三振ダッシュを繰り広げ、早くも4回までに今シーズン自己タイの8奪三振を記録します。そして4回裏、今日5試合ぶりのスタメンマスクをかぶって野茂の好投を支えていた三山が打つ方でもタイムリーツーベースを放って野茂を援護すれば、さらには吉田の犠牲フライで近鉄5対0、7回にはエース復活を祝うかのように村上が第2号ツーランホームランを放つなど大量5点を叩き出し、伊手前打線の復活をもアピールする2桁得点をマークします。8回1点を許して完封を逃し、9回から阿波野にマウンドを譲った野茂ですが、実に12奪三振の力投で近鉄最下位脱出です。勝利と絶好調のエース小宮山、2年越しの5連敗と相性の悪い近鉄との今季初対決となりましたが、苦手意識などどこへやら、キレのいい変化球を決め球に近鉄打線を翻弄、マックにも助けられて得点を許しません。一方ランナーを出すものの、近鉄山崎に抑えられていた打線は4回、ランナー1塁でメルホール、パーフェクトだったと自画自賛の一振りはさすが元大リーガー、8号ツーランでロッテが先制します。ロッテは続く5回、2点を加えた後またまたホール、今度はレフトへ弾き返す2点タイムリーで6対0と着々と小宮山を援護していきます。対する近鉄は1点を返して終盤、ここまで2安打のレイノルズが今日猛打賞となる5号ホームランを放ちますが、いかんせんその届きません。大量点に守られた小宮山は9回を3者連続三振で締めくくって最後まで全力疾走、10奪三振で堂々の6連続完投勝利は一昨年の西武工藤に並ぶ日本記録となりました。1勝5敗の近鉄、この2連戦で借りを返して最下位浮上のきっかけをつかみたいところです。今日は西武先発の角から1回に幸先よく1点を先制、さらに4回にもこの吉田隆のタイムリーヒットなどで2点を挙げ3対0とリードします。近鉄先発の高村も好投して近鉄ペース、しかし7回おととい打撃不振で代打を送られた秋山に一発を浴びます。9号ツーランホームランで3対2、さらにツーアウト一塁で9番田辺、2号ツーランホームラン、あっという間に試合をひっくり返されて4対3、近鉄はリードを守りきれず西武戦5連敗です。